黒穴鉢に捕獲された草切り草切りはバッタ、目切りギリス科に分類される昆虫。体長40から55ミリメートル。首切りギスにニるが、本種は頭頂部が丸く、口の周囲も黄色っぽいことで区別できる。緑色型と褐色型があり、メスは長めの産卵管を持つ。後ろ足形節は濃い褐色で、他の草切り類よりも後ろ足が長く、 跳薬力が強い。他の部分の色彩は他の近似種に比べて地味である。首切りギスほどではないが、飛翔力があり、自販機やコンビニなどの照明にも来る。湿潤な草原に生息する。比較的自然度が高めな環境を好むが、かや切りと異なり、正面積な草むらでも生息可能なため市街地にもいる。成虫はから月にかけて見られ、夜間に、 g e という声でなく、植生は雑食で、稲科植物の実や葉、他の昆虫などを食べる。稲科植物の株の根材に散乱し、卵は翌年の6月下旬頃に孵化する。他の近似族と異なり本種及びメクサキリ、オ大クサキリは捕まえない限り一切威嚇行動を取らない。ヒメクサキリエッジジェズンシス体長を40から60ミリメートル。体は緑。 または、褐色で、全境背面上部両側が、やや薄い色で縁取られている。この線は、弱霊幼虫では、不明瞭で、草切りとの区別は難しい。後ろ足形節及びメスの産卵管は、褐色部分が少なく、色が薄い。姫とは、長つくが、体長、体格は、ほぼ草切りと、同様、かえって本種の方が大きいことさえある。本州中部以北に分布。 主に山間部、林園などに生息し、北に行くほど個体数が増え、普通種となる。東北地方より北海道にかけて、他の草切り類が見られない地方ではほぼ本種が占めるようになる。鳴き声は草切りよりやや大きいぐらいで、区別がつきにくいが、時折、じじじというような愛の手を入れる鳴き方をすることで、区別できる。羽はあるがほとんど非常しない。 飛んでも1から2メートル程度の距離である。深および床は草切りより半月ほど早い。卵で越冬し、年1回発生。大草切り HSP 体長55から70ミリメートル。体は緑、または褐色で、全境背面上部両側が、やや薄い色で縁取られている。この線は、弱霊幼虫では、不明瞭で、草切りとの区別は難しい。 後ろ足形節は褐色部分が少なく色が薄い。メスの産卵管は草切り同様褐色で腹部より若干長い。分布は極めて局所的で関東地方の海岸線一部の山間部、新潟長野県あたり、主に足原に生息し草切りやカヤ切りなど他の草切り類と混成することも多い。分布が限られ生息する環境も限定されるため、 絶滅危惧種に指定する県が多い。鳴き声は非常に寒高く金属的でキリキリキリと聞こえる。いつも様々なテンポの鳴き方をする個体が混成し、遺伝などによるものかどうかは不明である。他の草切り属2種に比べてややかや切りのような性質、生態を持ち、羽はあるが全く飛翔せず、歩行、跳躍によって移動する。また昼間は、 草の根元付近に潜んでいるため探すのも困難である。夜間になると高いところに生え出してきて、泣くのもかやきりと一緒である。最近では、青板もろこしを食草にして、わずかではあるが個体数回復の兆しが見える。有毒である、青板もろこしを、なぜ食草にできるかは不明であるが、毒の少ない部位を選んで食べているのではないかと思われる。不可及び床は、 草切りより半月ほど早い。卵で越冬し、年一回発生。ヒサゴ草切りペイリオグレイシャルティアス。ありがとうございます。